まず愛媛のスターティングメンバーです。 4-4-2 のフォーメーションを予想しています。ゴールキーパーは秋元、ディフェンスは前の池田、西岡、茂木、そしてボランチには川村と田中、ワイドには小暮、近藤と、そして今シーズン初出場初先発の岩井修也、ワントップにツートップのもう一角には吉田真希人と予想しています。続いて岡山です。試合前には徳本が先発に名を連ねていたんですが、体調不良で左サイドバックが下口に変わっています。その他ゴールキーパーは金山、浜田、井上、そして川野、ボランチには木山と白井、トップ下に上条が入って右に宮崎、左に木村、そしてワントップは斉藤です。茂木から川村、リターンして左足、川村決めた。左足まさに一戦、愛媛先制。ガッツポーズを作りました実吉新監督。いやー、このスローインからですね、ここでターンしたのが良かったですね、はい、素晴らしい川村の左足ですね。このターンがほぼ 0.5 点ですよね、はい、それとこのスピードのある、しかもコースがいいですよね。うーん、キーパーどうしようもないですね。緩やかなボールをセットプレーで上げても、まあ、浜田なら勝ってくれる、そんな信頼感を感じますね。はい、そして吉田真希人に出ました。吉田のいい動き出しですね。近藤、そして川村、岩井から川村のシュートだ。愛媛追加点、川村拓夢2点目。岩井から川村、若い2人のコンビネーション、リードを広げます。川村、岩井、この2人の若い2人のコンビですよね。この横パス非常に良かったですね。いや、躍動してますよね、はい、この岩井引きつけて余裕がありますよね。川村の右足にパスを出して、川村も一番右足で自分の得意な左足に持っていきましたからね、はい、若い2人が余裕のあるプレーで、これは素晴らしいコンビネーションで奪った点ですね。角度を変えた、上条だ、決めた上条、ミドルシュート、やはり役者、右足振り抜いた上条、1点を返す。手元の時計で62分、やはり決めたのは上条でした、背番号14。素晴らしいこの狙いのパスで、ダイレクトでこのシュートですよね。これは愛媛の方は意表を突かれましたね。このアプローチが遅れたんですよね、はい、前半は川村の左足、後半は上条の右足、素晴らしいミドルが両チームに飛び出ています。木村です。木村から白井、上がってきた川野から斉藤、ディフェンスしたこぼれ球、秋元が抑えました。決定機が続く岡山。愛媛の方はここでディフェンスをしっかり立て直さないといけないですね、はい、斉藤がクロスを上げて、その前にクリア、白井、また斉藤です。左足でクロス、フリーだ、弾き出した秋元、スーパーセーブがこの時間に飛び出しました。岡山のここの斉藤のクロス非常に良かったですよね、はい、さあ愛媛が今季初勝利か、それとも岡山が追いつくか、ゴールキーパーの金山も上がりました。ニアサイド弾き出した、その後引きだ、追いついた岡山、プロ初出場引きだ、素晴らしいゴール、劇的同点弾、岡山がアウェーの地、貴重な貴重な勝ち点1、最後岡山に彗星のごとくヒーローが現れました。ここでヘディングセット後ですよね、完全にフリーにしてしまいましたけど、素晴らしいシュートですね、はい、ここでフリーにした愛媛、少しアプローチ遅れたんですよね。
や我々も度肝を抜かれるそんなゴールが生まれました。